もしれないから、もしダメだったら拾ってこよう。いないね。もうちょい進んだら出てくるんだっけ。一体出てきたらもうすぐ殺さなきゃまずい、あかんってことだね。どっから出てきたっけ。いや、めちゃくちゃ怖いなこれ。モールデッドの巣ってことでしょ、要は。いた、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 やばい、めっちゃやばい。これ頭打つとか無理くせえ。いやいやいや、来た来た来た。修正ってこと頭でいいんだよね。あ、倒せた倒せた。なるほど、慎重に頭狙ってけば一応殺せなくはないってことか。でも結構これきついな。なんだっけ、いるいる、やべ、来た来た。そうだ、頭だね、やっぱ頭狙っていこう。いやー、なるほど、怖いですね。ここは、ここは何かあるか。特に何もないみたいだな。これもなんかあれか、ヒントみたいな感じかな。で、ここは死体安置所、安置所か。ロックされてる。お、開けれた。入ってないじゃん。入ってないってことは変異して歩き回ってるってこと？ここも別に入ってないね。ウィリアムもいない。ショーン。ここは？お、なんか入ってた。タマラ。あの、やっぱ紙に書いてあった。一番最初のシーンで書いてあったやつと同じか。で、これは？何もない。じゃあ、ちょっと先進んでく？よし。どっちだっけ？こっち側に行けば進んでることになるかな。あ、このドアってさっき鍵買ってたと違うか。来るよね、この辺いたよね、確か。いなかったっけ。こっちは何がある。これって何、ドア。うわ、怖っ。うわ、なんかまた出てきそうで怖いな。あ、それ壊せる感じだよね。ハンドガンの弾。加工場の見取り図。加工場、すごいでかいな、この建物。鍵を外した。どこだ、ここ。あ、ここから来たんだね。オッケーオッケー、繋がったね。で、これ壊して。お、結構ハンドガンの弾手に入るの助かる。で、あとは、う、なんだあの袋。お、サソリの鍵。あ、これであのサソリのドア全部開けれるようになったね。で、ここは臓物の袋があって、お宝の写真。なんだお宝の写真って、ガタガタ言ってんな。で、キーピック見っけ。キーピックか、どっかあの箱かな。これはハーブ。おお、よっしゃ。回復もじゃんじゃん作れるし、使っちゃっていいかな。ここは何だろう。お、薬、薬液って書いてあったね。で、こっち行くとさらに進めるってこと。見落としてないかな。ルート、場所的にはこれ先進んでってるね。さっきもう一方のルートにもあのショットガンの弾とか、あの敵がめっちゃいたとこあったから、そっち先行こうか。それからちょっとここ戻って。おー、出てきた。くらっ、よし。いやー、
ー難しいな、結構むずい。どこだっけ、ここだよね、そう、ここ。あれ、ここだったよね、ここも確か出てきたから。いたな、いやがったな。あれ、向こう行ったな。割と鈍いのかな。よし、取って薬液取って、ちょっと待って、後ろから来た。やばい、横から来てないか。やばいやばいやばい、リロードして。2体いる。頭当てるのめっちゃむずい。やばいやばい、死んじゃう死んじゃう。やばい、早く早くリロード。よし、危なかった。やばいなこいつら。ちょっと、よし急ごう。そろそろ弾がやばくなってきたな。ハーブ拾っておこう。あれ、もうそんな弾なかった。あ、また作ればいいか。でもそうだな、作るか。ちょっと怖いから作ろう。ガンパウダーがないか。ガンパウダー置いてきちゃったな。リロードしとこう。うわー、いるな。頭当てんのめっちゃむずい。ちょっと弾ない弾ない。やばい、頭狙い。よし、ナイフでも殺せるってことか。一応ただちょっと厳しいな、ナイフだと。いけるか。うわー、いるな、まだ無理だな。2体もいるな。どうする、1体ずつ。これ撃て撃て撃て。スタートしつつ、いや、まずいな。ちょ、逃げよう。回復しつつ、やばい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 、逃げよう逃げよう。2体は無理だ。拳銃もないし回復もないからね。ちょっと、まずいな。ちょっと待てよ。戻るか。かなりのチキンプレイになっちゃってるな。そして弾が強壮弾っていうちょっと強い弾があって、こっちにすることでより威力があるみたいな形になるので、ちょっと早速これを使って先進んでいきたいと思います。ここの先でさっき敵が出てきて、そう、こいつにそこ殺されちゃって、アイテム収集したのがパーになっちゃったんだよね。あれ、いるな、あそこで待ち構えてる。あ、そういう感じだ今回は。ほら、おっと、お、めちゃくちゃ強い。強壮弾強いな、一発でも10発しかないからね。じゃあサソリの鍵早速使ってここを開けよう。で、まあ一回ちょっと普通の弾に戻しとこうか。よし、で開けてみよう。これはどこだ？ああ、ここのホールに繋がってんだね。ああ、ってことは上の階にもこの鍵のドアがあったはずだな。うわー、来た！おっさん来た！ちょっとこのおっさん。このおっさんがいるんだ、このエリアは。そうだった。あ、これ違うよね、これ。蛇の鍵だ。マジか。いや、しつこいな、あいつ。あのおっさんちょっとやばいね。あ、行き止まりじゃん、ここ。あ、でもいないかな。ここまでは来ないか。
じゃあちょっとゆっくり行って、娯楽室歩いてんな。ささっと行きたいな。鍵がね、確かここに鍵かかってる。これさ、サソリの鍵じゃん。じゃあここ開けちゃおう。早く開けて。で、多分この部屋の中にショットガンがあったんだよね。閉めて。お、いいね。壊れてんだ。ああ、なるほど。壊れたやつ持ってって、同じだね、昔のバイオと。で、これは、なんだろう。犬のレリーフね。犬のレリーフ隠してるのが振り子時計、娯楽室の本、地下の解体室。解体室？さっき見たとき見つけられなかったよね。何これ？入れ歯？なんかある？入れ歯っていうか、なんか入れ歯とは違うか、これ。歯の模型みたいな。で、あとは？あ、ハンドガンの弾。で、これ以上持てないってなってるね。じゃあちょっと作っちゃうか。回復が一つあって、あ、もう盛りだくさんな状態になってた、あいつまでか。これ、競争弾だっけ？ハンドガンの弾、ショットガンの弾。どうする？ショットガンの弾作っちゃう？あ、作れない。ちょっと、やばい、いる。来た。やばい。この中入ってくる、もしかして。多分入ってくるよね、この様子だと。入ってきちゃった。やばい。やばい。うまいこと逃げて。よし、逃げて。ちょっと一回逃げよう。下のショットガン部屋に行こう、とりあえず。あいつ、来てるよね、きっと。あ、これ開けれないかな。キーピック。開けて、早く。ショットガンの弾、よし、行こう。あとちょっと急いで下に降りて、あのショットガン部屋に行って、壊れたショットガンと交換して、そうだね、行こう行こう。あ、なんか遠くで喋ってるやつが字幕で出てきてるね。よし、これを、あ、そっか、多すぎて持てないっていうアホな状態になってるから、困ったな。ちょっと一回、今回復もちょうどないから回復しよっか。回復、体力ちょっと減ってるから回復して、で、これでショットガンを取って、で、壊れてる方のショットガン、どっちが壊れてる、これか、これを入れてと。よし、これでいいね。お、これでついにショットガンをゲットした。で、多分あいつショットガンで倒せるのかもしれないね、さすがに。そうだよね。で、犬のこれは1個足りないから、戦うか。弾入れて、よし。どこだっけ、上にいたよね、あいつ。あとサソリの鍵がな、でもこっちにもあったから、遭遇したら倒すようにしよう。アイテム欄が2つ空いてるか。あった。ここだね。あ、こっから来たんだっけ。あ、さ、こっから来たんだ。こっから来て、もう一箇所なかったっけ、サソリの鍵など。上の階だよね。多分上の階だな。これ、ショットガンあったからって倒せるわけじゃないのかもしれないしね。あ、これ違う。蛇の鍵だ。マジか。じゃあ。よっしゃ、ちょっとあの犬のレリーフがこの地下にあるので、地下にあるっぽいので、それを探さなきゃいけないっていうね。で、またあの、なんだっけ、あのタールマンじゃないし、あいつが出てくると思うんだけど、どこにあるかだよね。解体室。今いる場所が加工工場だから、もっと先か。先だ。こっちだな。あ、さっきの敵がいっぱいいた場所か。じゃあそこに行こうか。ショットガンであいつ倒せるかな。でも競争弾で一発で倒した方が早そうだな。
そうしよう。多分ここ行くと出てくるんで。来た来た来た。あ、外した。もったいない。あ、効かなかった。嘘でしょ。ちょ、やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。全然、そんな話じゃない。あー、やられちゃった。で、あの、ボイラー室にめっちゃ、あの、敵がいるから、あいつらに阻まれちゃうと、また、あれなんで、これ出てきたらもうこれさ、ショットガンでさ、いけないこれ。お、いけるね。めちゃくちゃ強い。よし、お前も。よし。うわ、生きてるし。拳銃で行こう。やべやべやべ。こいつ。やべやべやべ、めっちゃ噛まれてる噛まれてる。いやいや、まだ生きてんの？ちょっと冗談だろこいつ。よし。いやー、結構弾無駄にしちゃった。じゃあとりあえずどこだっけ、どっから抜ける、ここにあって、あー、このドアか。じゃあこのドア開けていこうか。え、鍵かかってる。え、これじゃないよね。あら、鍵かかってる。マジか。この先なんだよね、解体室が。で、解体室の鍵をどっかで拾ってないってことだね。これがヒントだ。焼却炉だもんね。3つの A と手がどうとか。これは何だろう、開ける手順。3つの A。多分これなんか押して閉めたり開けたりすることでなんかなると見た。違う？違うか。ロック解除するにはどうすればいいんだ。手のマークでしょ。で、3つの A っていうのは名前とかでね、きっと A とか書いてるんだよね、名前。一回ちょっと全部閉めちゃおう。ここって名前書いてた。ショーンでしょ。で、これなんだっけ、タマラ。タマラが3つの A ってこと。そうだよね、2つでしょ、 A が。こいつはトラビスだよね。うん。で、これと、ああ、どういうこと。お、大丈夫、なんかすごい煙出てっけど。おお、ちょっとやめてやめてやめて。やばいやばいやばい、こいつか、こいつか。しかもちょっと強そうな感じの。やばい、リロードが、リロード。倒せるこいつ。やっつけた。いやー、怖い。なにこいつ。あ、鍵手に入れたけどアイテムがいっぱいになってる。ギリギリ1個開いたな。あ、これで解体室の鍵がようやく取れた。よし。じゃあちょっと解体室で鍵を取るところで一回やめようかな。かなり長い時間うろついちゃったからね。で、アイテム欄いっぱいだから一回、上の階に戻って、アイテムを、あれだね。よし、ようやくここに、ここの鍵がね、手に入って、これだね。よし、これで、これを使うことで開けれると。開いたな。で、この先に行くとどうなるんだ？お、あったね。やっと、犬のやつが取れる。え、ちょっと。そういう感じだ。まだバレてないね。なんか貼り付けになってね、あそこで。ちょっ
ょっと隠れた方がいくない？それ大丈夫？おー、あいつが持ってるからあいつと対決するしかないですよ的なね。あー、なるほど。でショットガンの弾がここにあると。じゃあちょっとこの辺で一回終了して、次回この続きからやっていきたいと思います。じゃあまたな。